地域おこし協力隊阿部綾子と伊藤秀和の庄内もっけだレディオ。この番組は佐賀市三河町湯沢町庄内町の公園と森を守り木戸人を育てる酒田市大沢地区のエンタリンさん、そして人と人、人とお店をつなぐ地域密着型アプリプルリの提供でお送りさせていただきます。始まりました、庄内もっけだレディオ。今日は第72回目の放送になります。でこの番組は庄内地方の地域おこし協力隊の、酒田市八幡地域大沢地区の私阿部綾人と三河町の伊藤秀和が庄内の面白いことを紹介させていただく番組です。おー、秀和くんのセリフが増えで、今週から。そうですね。はい。増えましたね。いい感じなの。いい感じやな。いい流れだ。ちょっと包丁研ぎの様子も、はい。実況しながら。ああ、いいんじゃないですか。今、池田明憲会長が、はい。研いでおります。はい、じゃあ、皆さんでっていう感じなんですね。その、そういう、大沢地区の地域づくり推進モデル事業の社会福祉部会っていう作業部会があって、はい、そのまあ地域づくりの取り組みとしてやってる感じです。ああ、それはあれですか。うん。あの、お金はいくらぐらい？1本200円。1本200円。うん。ああ、じゃあやってもらいたいですね。今全部で30何本です。40本超えだって。あ、今40本ひたすら包丁研ぎしてる。へー。昨日から。うん。いつまでやってるんですか？今日まで。あ、今日まで。うん。何時までですか？午前中まで。午前中までか。じゃあ無理だな。残念。はい、今ハーバーラジオの収録リモートでやってて。あ、どうも、おはようございます。荒尾英二さんです。あ、ここさ、カメラの。うん、今日は包丁研ぎのあれ持ってきたの？俺は持ってくね。ああ、どういう具合いってんのかな。ああ、社会福祉部会の事務局。うん、この包丁研ぎの、はい、まあ取り組みをやってる社会福祉部会の、うん、事務局をやられてる、はい、荒尾英二さんです。荒尾英二さん。うん、荒尾英二さんって、はじめましてですよね。はじめまして。三河町協力隊の伊藤秀和さん。ああ、そうですか。うん。いや、なんか、この間、お会い、なんかこう画面越しにお会いした方も荒尾さんだったなと思って。あ、荒尾さん多いからね。荒尾多いですね。へ、う、ぇ、ん、誰だろう、荒尾。この前は、荒尾道博さんの。そうだ。荒尾さんの。うん。はい。包丁研ぎ。どこにいるんですか？いらっしゃるの？これ広野の実家だろ、これ。で、こちらは大沢コミセンです。あれですか、なんか、包丁研ぎって、なんか技とかあるんですか、こう。素人がやって大丈夫なんですかね。機械があんねん。そうなんですか。うん。かなり切れ味、いいくなるよ、これ。いいっすね。この、電動でできるんだったらいいっすね。電動のその、なんか、ヤスリみたいな。うんうん。あ、それで、切れ味を確かめてますね。で、今日は、はい。お便りが、うん。来てる。そうですね。うん。これは YouTube で、YouTube で来てるコメントですか？ですね。これ、もっけだネームになるんですかね。うん、まゆみ A さんからいただいております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。エンタリンさんってどこの会社というより、70回おめでとうということで。ありがとうございます。私たちの番組もそうですね。今72回目収録しますから。うん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 。72回目だ。で、エンタリンさんの漢字が、すごいの、うん。そうですね。エンタは普通にエンタだけど、はい、リンさんが佐藤リンさんのリン、はい、リンって女の人の名前みたいになってるから。サンさんがあれですね。人になりましたね。そういう、はい、そういう解釈もできるってことだ。まあ、ラジオだとね、そう。だって、きっと人を育ててますもんね。だんだんだん。森を守り。森を守りに、人を育てる。人と育てる。はい。酒田市大沢地区のエンタリンさん。はい。うん。
まあ、人かもしれない。なの。いや、企業だっていう。うん、まあでも、こうやってメッセージいただけるってことは、エンタリンさん、も、まあこのラジオを通じて、こう存在感とか、こう、企業、うん、企業がこう認知されていくっていう。毎回、企業名を言わせていただいてますので、はい。全世界に向けて、はい。うん。従業員の方もまだ募集しているのか、募集しているのか、うん、どうでしょう。はい、まあ気になる方はちょっと、お問い合わせ。電話してみていただければ。いやー、まあ、そうっすね。あっちもんだって、今30度超えてんなんね、これ、うん。そうですね。最高気温ね、うん、予想32度。なの、いいの、はい、その、広野の実家、実家で。はい。まあ、Wi-Fi の環境がね、ちょっとないから。エアコンですか。エアコンですね。ああ、いいの。いやー、夏バテ、夏バテですよ。はい、ちょっと夏場で結構しそうな雰囲気になってきてるよな。そうですね。ガオってきますね。ガオってきたが。はい。うん。僕も、まあ収録が8月5日なんですけど、はい、8月9日に大文字祭りあって、はい、8月10日にハイテンションオンラインツアーあるんで、はい、2つのイベントの準備をどっちも並行してやってっから、ガオってきた。大変だ。大変ですね。そして毎日青沢獅子踊りの練習もしてますんで。はい。うん、いやーでもの、青沢獅子踊り面白い。うん。うん。加藤由香さんも練習に来てくれて。うん、はいはいはい。なんかそう、昨日、スタジオで会ったんですけど、うん。うん、なんか毎日、青沢獅子踊り踊ってるって言ってた。なんか、5人ぐらい、5人の役があって、獅子踊りって。うん、はい。で、加藤由香さんは、花笠っていう、ほう。役を命じられまして。はい。うん。すんごいなんか、でっかい四角峰なアダマサハメで、こう、はい、回るっていう、はいはいはい。役ですね。ああ、じゃあ、それぞれ違うんですね、その、ステップ。違う違う違う。動きが。ちょっと違うんだよ。みんななんか同じなのかなと思います。うん。で、僕はなんか、のげばちっていう、はい。一番激しい動きをする、はい、すごい1メートルぐらいジャンプする、はい、非常に声役です。おお、うん、1メートル。ちょっとまあ本番を楽しみに、うん、こんぐらい、はい、ちょっと1メートル飛んでますか。これを連続でジャンプするから、はい、激しいんですね。本当これ、うん。出演終わった後は、はい、本当でガオる。声具でガオります。いい運動になりそうですね。んだの。うん、声ってわかる？声。声。うん。声。うん。怖い。うん。違う。だ、怖いがなまったわけだんけんども。うんうん。まあ、ガオるとちょっと近いけど、うんうん。ちょっとニュアンス違うの。声は。うん、まあ、辛いとか。はいはいはい。うん。大文字の山登って越え、みたいな。はいはい。感じなの。うん。だから、越えとガオルはの、ちょっと違うんだよな、ニュアンスが。うん。ガオルは。辛さが入ってんのか、越えには。だ、越えはの。ガオルは、くたびれたみたいな、ガオルは。んだの。ぐったりする感じ、弱、うん、ちょっと体が、弱くなるみたいな、意味合いも含まれる。この長期的な継続。はいはいはい。継続的な疲れみたいな。で、声は結構短期的な、あれだの。100メートル走った後みたいな。辛さ。はいはいはい。うん、呼吸が辛い的な。うん。感じかもしれないですね。うん。いろいろと、あ、含みが違うんですね、うん、こう、うん。うん。じゃあ、次のコーナーいきますか。次のコーナー、あ、わかりました。何か流したい曲はありますか？流したい曲ですね。うん。じゃあ、夏っぽい曲で。うん。いいっすか？どうぞ。じゃあ、気まぐれんの、うん、ライフを。
流します。はいはい、どうぞどうぞ。地域おこし協力隊阿部こと伊藤秀和の庄内もっけだレディオ。続いてのコーナーはなんだなや、ゴンゲだ違いがあんなんの、はいはい。このコーナーは首都圏と庄内の生活スタイルや文化の違いについて話していきます。このコーナーはモッケラネームピトピトッタチャペさんのアイデアを採用させていただきました。ということで、はい、今日も紹介していきましょう。何か気になったことある、はい、そうですね、まあ、今夏、うん、といえば、うん、なんか果物何食べてます？庄内の夏を感じる果物といえば スイカとかメロンとか、はい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 、キュウリとか、はい、あキュウリは果物じゃねえな。あでも確かにそう、そのあたりって結構その、うん、なんだろう、畑でも、まあ、自分のところでも育ててたりだとか、うん、まあ、人のうちからよくもらったりしないですか、うん、このちょっと前の時期ぐらいですかね、まあ、キュウリとかだと。でメロンとかだとやっぱりこうなんかメロンももらったり、なんか朝ごはんとしてこう食べたりとかってないっすか、うんうんうん、メロンは朝ごはんでは食べねえけど。なんかちょっとだけこうフルーツ入れて、まあ、朝出勤 しようみたいな。あそんな感じでこうフレッシュにさせてくれる、食べ物だと思うんですけど、うん、そのメロンが、いやでもこんなにこう溢れていて、なんかもらったり、あげたりできるんだなっていうのがなんかあると思うんですけど、うんうんうん、秋もまた、もらったり、もらわれたり、うん、あげたり、もらったり、するものって、何でしょう、うん、何でしょう、果物。秋は、秋といえば、庄内の秋。うん、やっぱ鍵だの。なんか扱いが雑じゃないですか、そのメロン。メロンってか、なんだろう、その、うん。まあみんな持ってるからってのもあるんですけど、うん、結構食べると美味しいんですけど、なんかこう、ちょっとなんか、蔑まれているじゃないですけど、うん、柿もいいよ、みたいな。柿もらったりあげたりみたいな、うんうん。でもなんかこう、結局、なんか巡り巡って、なんかもらい物をもらうっていうよりもなんかこう、うん、まあその人のなんか気持ちみたいなところがこう、受け渡されてる感じがして、うん、なんかまあこれは、まあ、まあ地方でよくある文化なんかもしれないですけど、うん、いい文化だなっていうのをちょっと感じました。だからやっぱ食材が豊富なんだよ、庄内は、やっぱ。うん、特に山の近くとか、はいはいはい、まあ、鍵はちょっと違うけどの。鍵は平場ってことですか？平場でもあんなんね。うん、で、結構や、鍵って、トンナも大変じゃん。うん、ああ、そうですね。トンナも酔いでねえから、うん、結構そのまま取らずに放置されてる鍵の木も、結構あるんですよね、うんうんうん、大沢とかだと。はいはいはい、あと、処理が、ちょっと、渋柿だったりすると、うんうんうん、あれじゃん、時間かかったりとか。そうですね。うん、そういう、まあ、すぐ食べれないっていうのもあったりして、うんうん、確かに3月までの。ね、あまりにもありすぎて。でも食べると美味しいんですよ。美味しいし、うんうん、なんかこれ、まあ、首都圏の、うん、こっちに送ってあげるとやっぱ喜ばれたりも、うんうんうん、するんじゃないかなと思ってて。うん、あと、大沢って、はい。ごまがぎっていう、はい。ごまがぎっていう柿やってや。あ、そんな品種があるんですか？知ってる？わかんないですね、これ。なんか僕もあんまり食べたことないけど、はい。ちょっと普通の柿とはちょっと違う。ごまがぎ。うん。あるんです。どんな味なんですか？味は違うんですか？味物をあんま覚えてないけど。あんま覚えてないけど。じゃあ今度ね、食べ比べ、うん、食べ比べしましょう。ちょっと、はい、秋になったらの。はい。あとすぐ秋食っじゃん。そう、すぐ。来月からあと秋じゃん、これ。まあ9月は、そうですね。うん、秋、まあ夏みたいな秋ですね。うん、やばいな、はい、この時間の速さ。そうですね。もう獅子踊りしてたら秋になっちゃいますよ。だの、はい。うん。ということで。はい。まあ、今日はもらい物文化ということでご紹介させていただきました。いいですね、こういうのは。はい。やっぱこの、移住者の視点から、はい。新鮮な切り口で、はいはいはい。お届けしていただいている。あ、はい。お父さん。はい。こんにちは。どうも。どうも。
いつもコーヒーを出してくれる。そうですね、なんか。秀和さんのお父様。はい。お名前は、そうですね。すすむさんですね。すすむさん。はい。伊藤すすむさん。伊藤すすむさんで。ああ、はい。ありがとうございます。はい。いやー、じゃあ次のコーナーいきますか。地域おこし協力隊、阿部こと、伊藤秀和の、庄内もっけだレディオ。続いてのコーナーは、サンマズ音楽ゲノム解析。はい。まあ、人間とか生き物さも遺伝子あると思わんけども、うん、音楽さも遺伝子ってあんのよ、っていう話で。音楽に遺伝子が。うん、だんだんだ。まあ、音楽とかアートさは、まあ、偉大な歴史の先人たちが作った芸術の土台っていうのがあって、その遺伝子を受け継いでいたり、影響を受けてるからこそ作れるわけですと、うん。で、このコーナーでは、ある一曲を取り上げて、その曲がどういう曲をモチーフとして、その先人の作品の遺伝子を受け継いで作られたものなのか、という音楽のゲノム解析をしようというコーナーですね。なるほど。ちょっと何やの、この説明文。うん、そうですね。まあ、僕の理解は、うん、結局そのインプットがないとその良い作品も作れませんよっていうところもあり、まああの、うん、まあ、偉大なその作曲家さんとか音楽の人には、うんうん、その、まあ、インプットの中に先人たちの遺伝子が、うんうん、からの学びがある、うんうん、まあ、遺伝子が組み込まれているよっていう理解でちょっとこのコーナー楽しませてもらってます、うんうん、はい。で、今回、今回はどんな音楽でしょう、うん、今回ゲノム解析をしたい一曲はですね、はい。ちょっと音楽業界のタブーに触れようかなと思って。タブー？うん。タブーというか、はい。いや、これ、あまりにも、遺伝子的に近しいから、うん、はい。これ、いいわんかなっていう。で、しかもめちゃくちゃ大ヒットした曲があって。はいはいはい。うん。紹介したら、うん。なんか、訴えられたり、大丈夫ですか？いや、僕が訴えられることはねえじゃん、別に。そうですね。うん。で、その、まあ、今回ご紹介する一曲は、はい、何でしょう？川口京吾さんの桜。うん、あ、桜？もう大ヒットソングじゃん。僕はって、うん。そばにいるよってやつ、ね。だんだん。はいはいはい。あれが。ですけれども、はい。で、僕が一番気になってんのは、うん、これは、まあ、その遺伝子をすごく受け継いでる曲だと思うんですけれども、うん、はい、そのなんだお父さんにあたる曲がありまして、うん、はいはいはい、それがまあ隠し子なのかどうなのかっていう、あの隠し子に認知してるのかどうかっていう、はいはい、うん、ああ確信犯なのか。確信犯では、まあ、川口京吾さんが、うん、その、意識的に、うん、あすごいいい曲だから、うん、それを、まあ、モチーフにして作ろうって言って作ったものなのか、はいはいはい、あるいは、本当で無意識的に、うん、この聴いてた曲が、たまたま作った曲に出てしまったのが、はいはいはい。まあ、遺伝子ってや、うん、意識してねぐったって受け継いでしまうものだからの、うんうんうん、っていうところがすごい気になってて、はい、うん、でそのまあこの川口京吾さんの桜の、はい、まあお父さんにあたる曲なんですけれども、うん、徳永英明さんの僕のそばにっていう曲なんですよ。お、聞いたことある？いやないんですけど、うん、桜のフレーズもなんか僕がそばにいるよみたいな、うん、だんだんだ。だから歌詞も似ちゃってるのかなっていうところはありますけどね。うんうんうん、非常にの、うんうんうん、僕のそばにっていう曲だからの元々、うん、で僕がそばにいるよって歌ってからのですね。うん。じゃあちょっとですね、はい、どっちから先に聞いたらいいかな、これ。まあじゃあ、川口京吾さんからいきますか。いや、これあえて、はいはい、その、徳永英明さんの僕のそばに、はい、から、まずは聞いてみます。あ、なるほど。その、そっちから遺伝子元となっている曲から、聞いてみますか。はいはいはい、
わかりました。それでは、徳永英明さんで僕のそばに。どうぞ。これはあれですね。うん。受け継いでますね、完全に。かなり受け継いでますね。特に、そうですね。あの、サビの頭の2行。はい。うん、ぐらい。もしも、寂しいなら、僕のそばに置いて。はいはいはい。で、桜の場合は、その後、なにゃ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 。うん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 ってなんなんけど、はいはいはい、うん、めっちゃ遺伝子入ってますねこれ。入ってるろ。はい。でもあまりにちょっと遺伝子入りすぎてから、うん、この話題について、はい、多分あのラジオで、うん、触れることはタブーとされてるんじゃないかなと思って。それを触れてみたっていうだ。これはクレイジーじゃん。坂田ハーバーラジオでしかできないゲートですよ、これ。はいはいはい。どうなんですか、この僕のそばには結構ヒットしたんですかね、この。僕のそばにもヒットしてる。じゃあ、なんかその徳永英明さんファンとかはやっぱり知ってんじゃないですか、その川口。いや、知ってると思うよ。うん、やっぱでもなんか。うん、川口京さんの、うん、まあ、人柄とかでなんか許されてる感じなんですかね、うん、いやでも徳永英明さんのファンの人たちは、はい、どう思ってんなのなっていうなんか気になるけども、 あまりにもこの遺伝子を受け継ぎすぎてるから、うんうん、で、うん、ヒットしてるわけですもんね。だんだんだんで、だから桜の方が全然大ヒットさ、うん、してるからの。そっか。だからその、うん、徳永英明さんファンとしては、はいはいはい、ちょっと複雑な感情を川口京子さんに抱いてるんじゃないかなっていうのがちょっと予想されるわけですけれども。うわ、これめっちゃタブーですね。うん、でしかも、はい、結局川口京子さんのヒット曲って、うん、この曲しかねえんだよ、ほとんど。うん、その認識ですね。うん、まあ、まあそれはその徳永英明さんのやっぱ曲の偉大さがあって。うん、その遺伝子を受け継いでいるからこそ名曲になり得たんじゃないかなっていう。なるほど。うん、で、まあその桜の、うん、そのなんだ、サビの3行目、4行目あたりは、うん、ちょっとやっぱり川口京吾さんのこのアレンジというか、うんうん、アレンジって言っていいやんがわかんないけど、うん、やっぱり桜舞い散る感じのメロディーになってから、うんうんうん、そこはやっぱり創作性があるわけじゃん。はいはいはい、京吾さんの、うんうん、だからそのまんまではねえんだよの、うんうんうん、あの親子ってそのまんまコピーなわけじゃねえじゃん、遺伝子は、まあ、似てるけど、うん、遺伝子には共通のものがちょっとあっけんども、うんうんうん、ちょっと違う部分もあるみたいな、うんうん、それも垣間見れる曲かなと思って、うん、なるほど、うん、ずっとこれはあれですか、アイスさんの中で抱えてたんですか、こう。だんだんだ。桜がヒットしてるとき、あれって。あれ似てるなって。あれあれれれって思って。遺伝子入ってんな。うん、入ってんなーって。ずーっと思ってたこのわだかまりを、はい、今日放出することができて、はいはいはい。いがったです。そうっすね。うん、まあ、こういうことも話してしまう。だいな。ラジオの。ラジオっていうか、まあ、ハーバーラジオ、ハーバーラジオだからこそ話せる話題だよ、はい、これ。そうか、そうか。完全にタブーだから、多分。完全タブー。うん。なるほどね。これは、やっぱ YouTube で聞いてる人は、ちょっと、その、川口京吾さんの桜と、徳永英明さんの僕のそばに、はい。ちょっと聞いてみていただいて、うん。ぜひこの遺伝子を感じてみていただきたいなと思いますけれども。はい。という感じですかね、今日は。こういう曲まだまだあるんですね。あるある、全然あるよ。そう、ちょっと。また楽しみに。だね、はい。なかなか楽しいコーナーだな、これ。ですね。うん。なんか結構忘れちゃうんですよね。これあれ似てるなって思っても、こう。うん。うん、だから、こうして、コーナーを通して、僕も知るっていう。うん、はい、うんうん。
でもまたこの徳永さんは聞く機会になりますもんね、この僕の前には。だん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 。うん、このやっぱりの、その、はい、遺伝子元となってる曲の素晴らしさも知る機会になるから、はい、うんうん。うん。だからちょっとこのラジオとか YouTube でお聞きの皆さんの中でも、うん、そういう遺伝子を感じる2曲みたいなのがあれば、ちょっとお教えいただきたいな。はいはい、あの、それを こちらで取り上げたりもできると思うんで。はい、うん、お便りを通じて、はい、送っていただけたらなと思いますので、はい、ということで、はい、以上三末音楽ゲノム解析のコーナーでした。モッケでした。モッケでした。ありがとうございます。ありがとうございます。地域おこし協力隊阿部こと伊藤秀勝の庄内モッケだレディオ。続いてのコーナーは庄内弁講座。はい、このコーナーは庄内弁ネイティブではない伊藤秀勝さんが面白く庄内弁を学んでいこうというコーナーですね。はい、はい、なんか最近気になる庄内弁は秀勝くんありますか？そうですね、まあ、先週に引き続き、うんうん、ハーバーラジオのしんちゃんから、うんうんうん、また宿題をいただいてきましたので、マジですか、はい、したいと思います。お願いします。はい、で僕もまだこれ、調べてないんで、うんうんうん、意味分かってない状態です。うんうんうん、はい、ですね、うん、オカベル。あ、オカベルの、オカベル、はい、わかります。秀和くん、はい、これ前やったじゃん。え、本当っすか？うん、オカベル、ヒロノのお父さんさんも聞いてみれって言ったよ。本当ですか？うん、エンテエミコさんとか、はい、あの時か、あん時に言うてねけが、あ、カッコつけるんだ。んだよ。そうか、そうだ、完璧に忘れたじゃん。そうだ、オズマゲルド同じだよ。はいはいはい、オガベルド、オズマゲルド聞いたわ、聞いて、うん、だんだんだ、オズマゲルは知ってるけど、オカベルはなんかわからないって言ってましたね。うん、ああ、んだよな。もう。うんうん。だ石川理香さんも言ってたよな。はいはいはい。うん。だからなんか、あれですね、こう、シーンと一緒に、うん。覚えてますね、こう。なんかこの収録の時だよっていうか、うん、あ、そういえば、そういう会話したなっていう。うん。あれなんてや。結構杉いっぱいあるじゃん。はい。ここら辺の山って。うんうん。もう杉林だよな、これ。はい。ほとんど。杉、花粉の、うん。うん。花粉症の人大変ですね。ほんで、その、はい、花粉症でらって、言って、オガベンナディアって言ってました。あ、花粉症っていう風にくくることでカッコつけてるってことですか？んだ、はい、何、山さえ行けば、うん、そんな杉の花粉なんて、もう、子供の頃からずっと、こう、うん、吸ってきたと。はいはいはい、だからなんかふわーってこう黄色い花粉が、はい、来たとしても、うん、いやそんなな別に大丈夫だっていう話をしてて、はい、そんな杉で花粉症なるやっておがべんなりやって言ってました。はあ、うん、なるほど。まあ昔から山で育った人たちにとっては、うん、その杉花粉がまあ普通にあったものだから、うん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 、おかべってんじゃねえと。まあ、山の人ならではの言い方だけどもの。はいはいはい、うん。でもまあ、そういう感じでした。なるほど。うん。おかべる。いや、思い出せでいがったの。ああ、ですね。うん。てか、結構でも、あれですね。復習になりましたね、この。うん。おかべる。だの。次は大丈夫ですね。はい。おつまげるとおかべるの。はい。セットで。大体一緒なんで。はい、なんか英単語覚えるみたいな感じになってますね、この。類語だの。類語で。類語、類語。はい。なるほどね。英語で言うと、はい。なんだろうの。類語。これ、あれですね。加藤由香さんに聞かないと。うん。おがべる、おつまげる。おがべる、おつまげる。かっこつける。アクティングクール。うん、あ、クールの。アクティングクールですね。うん。他には類語、かっこつける、うん。他にはね、なんだろう。出てこないですね。うん。じゃあ、いいか。まあ、うん。
じゃあいいか。ちょっと加藤由香さんに、多分今夜獅子踊りの練習で会うかもしれないから、ちょっと聞いてみようかな。そうですね。オガベル・オズマゲルの、はい、英語訳。英語バージョン。うん、まだあれ、YouTube でやってねえよの、オズマゲルって。やってたっけか。やってないんじゃないですか。でも、やってでもおかしいわね、普通に。でもなんかもう、メジャーな単語なの。50本ぐらい上がってるんですよね。うん、すごいっすね。すごい。ペースが。素晴らしい、はい、うん。ということで、今回の庄内弁講座のコーナーでした。もっけでした。もっけでした。ありがとうございました。ありがとうございます。地域おこし協力隊、阿部こと、伊藤秀和の庄内もっけだレディオ。はい。はい、ということで、お送りしてきました。庄内もっけだレディオ、いかがでしたでしょうか。いやー、この放送の時には、はい。まあ、大文字祭りは、終わってるわけなんです、ね。終わってますね。この放送の日の2時から、はい。オンラインハイテンションツアー、はいはいはい。やってるわけで。うん。いやー、でも、大文字祭りは、今んところ天気が曇りだよの。ああ、そうなんですか。日々変わってて、うんうん、いやー、外でやってなうん。うんって思ってますけど。はいはいはい。秀和くんも来ていただけるとか。そうですね。うん。じゃあその予定で。はい。そしてオンラインハイテンションツアーもちょっと、はい。いらしていただけるような、そうですね。風の噂を聞きます。風の噂。いやいやいや。いや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 。でも、なんか、はい、まあ、大文字祭りの時に、はい。大沢大文字音頭っていうのを、うん。まあ、踊るんですけれども。はいはい。昔からあるやつですか？いや、僕が作るんですけど、へ、それまだできねえねから、はい。やばいなと思って。やばいですね、これ。あと5日間で、はい。4日が。はい。うん、練習する暇なしですね。あ、練習は当日やから。当日で、うん、当日で OK。大大大大大大文字みたいな。ああ。だだだだだだだ大文字っていう。なんか、あれですね、うん。祭りっぽい音楽ですね。なんだな。だから、秀和くんもぜひ一緒に踊ってほしいなと思って。わ、はい、かりました。いやー。今回はあれですね、でも。結構緩かったですね。緩かった。緩すぎんの、これ。緩すぎますね。まあ、やっぱゲストがいらっしゃらないと、そうですね。すごいの、この緩さ。緩さ、ひどい。うん、いや、でも、緩いと、はい、収録の時はすごい楽しいやんけど、はいはい、編集が大変だよ。ああ、そうだ。編集結構緩すぎるの。そうなんですよ、ね。酔いでねえんだよ、はいはいはい。いやー、大丈夫かな。じゃあ、ちょっと曲で。曲を流しつつ。はい。そう、なんか最近、うん、僕もその、アフタヌーンの方で、うんうん、なんかその、辛い時というか、うんうん、曲に託してますね、ちょっと。うん、曲を多く撮って、できるだけそのトークの部分を、なんか濃縮させて、うんうんうん、なんかうまく番組としてコンパクトになんかまとまったらいいなっていうので、最近、もう曲もフルコーラスとかかけちゃった。うんうんうん。似合うね。似合うね。うん。そういや、だ曲かけなさすぎだんよ。うじらは、はい。そう、そうすると結構辛くなるんです。うん、辛くなるか、薄くなるんですよ、その、トークの部分が。なるほどの。話してはなんか楽しいけど、そのリスナーさんがこう、うん、そうそうそう。置いてくれにっていう。じゃあ、次回は、うん、どなたかゲストをお呼びする？あ、そうですね、あれ、次回は、そっか。17。17か。17は、うん、ちょっと石川梨香さん行けたら、なの？行きたいそう。行ければ。はい。ちょっと行きたいっすけどね。うん。ですね。で、うん。まあ、100歳体操。まあ、うん、100歳体操。あれに引っ張ってるっていう。なんだんだ。だって、青沢獅子踊りのメンバーの人たちも、うん、結構独身の人もいっからの。30代、40代で。はいはいはい。うん、だそういう方もぜひご紹介してなと思って。そうですね。うん。獅子踊りの練習に来るっていうのはどうだろう？
ああ、7時。今週の7時。7時うん。毎日やってる。やってる。へえ。水、金、土やってますんで。あ、違う。水、木、金だ。はいはいはい。うん。水、木、金。ちょっと、まあ聞いてみますね。うん。で、水、木だけ、まあ晴れそうだよ、ね。うん、うん。外でやるんですか？だ。なんか体育館でやってましたよね、前。今週から青沢のセンターで外でやってるから。うん、衣装もつけて。そうか。ちょっと、もし、予定が合えば。そうですね。うん。まあちょっと夜だからの、なかなか。ね、うん。奥さん業もあるだろうし。奥さん、うん、予定合えば。うん。ですね。あね。うん。ということで。はい。はい。次回をお楽しみにしていただければと思います。この番組は、酒田市、三河町、遊佐町、庄内町の公園と、森を守り、木戸人を育てる、酒田市大沢地区のエンタリンさん、そして、人と人、人とお店をつなぐ地域密着型アプリ、プルリの提供でお送りさせていただきました。なお番組へのメッセージリクエストは、ラジオネームを添えて、メールの場合、もっけだレディオ、@gmail.com、までどしどしお寄せください。YouTube でも Facebook ページでも受付中です。YouTube の場合、アベアヤとアヤテックチャンネル、もしくは庄内もっけだレディオで検索いただき、そこからの放送回のコメント欄への記載、Facebook ページの場合はページへのメッセージか投稿へのコメントを記載していただければ大丈夫です。メッセージをいただいた方には、もれなくそっくりマシールをプレゼント、ラジオネーム本名ご住所をお忘れなく。いやー、お互いなんか今日甘噛みが多いの。バレました。さっきの僕のエンタリンさんのやつもちょっと噛みましたし。うん。そうですね。気をつけないと。いや、夏場ですね、これ。大丈夫です。はい。うん。頑張っていこう。頑張っていこう。また来週も。はい。はい。ということで、ここまでのお相手は、酒田市八幡地域大沢地区の地域おこし協力隊、阿部彩人と、三河町の地域おこし協力隊の伊藤秀和でした。また来週お耳にかかれればと思います。ということで、最後まで聞いていただきまして、もっけでした。もっけでした。ヘバのー。